知床峠へ向かいます。バス、このバス、ドローンでよろしくお願いします。15分で到着です。まあ、私明日ね、ウトロ移動なんですけどね。いや、ウトロ行きはここからしか。十分ありますよ。山道ね、ただいまいる峠越えです。
違うようなね、別館のせせらぎの景色で、ね、いかがだったでしょうか。私こういう自然好きなんでね、誰にも邪魔されるウェルカム。3号系と辻ヶ丘のね、青葉台ね、宮前台経由で樽見東口にね、密になっているんですよね、バカの軍団でね。こちらね、同じ時間になりますね。私ね、お客様一人です。楽ですからね、400円ですけど、私も割引でね、通常はね、790円ですけどね、私手帳ありますからね、障害者ですから、ね、
いじめられましたからね。病気ですからこれも。綺麗な景色。昨日ね、私がちょうど前、まあ不幸にもね、サイレンを救急車なんですけどね、出動した。まあね、救急車あってこそね、あと人命救助なんでね、まあ確かにね、出動しないのが一番幸せなんですけどね、やはり人命となるとそうはね、なかなかね、やっぱりあってこそ助かるんでね。まあ、止まってらっしゃいましたが、私のちょうど2階のところがね、お部屋のようでね、私はね、別館ですけどね、せせらぎで、ね、扇風機ね、多分まあ、いらない、まあね、ですけど、ね、まあ、明日、私、このバスね、明日もこのバスで、ね、カーブですね、急カーブ。
ますからね。ロシアですからね。返せ北方領土ね、島を返せ、借金取りは金返せですからね。まあいろいろね、私のトークショー枕だね、知床島に向かってトークショーですから、ね、あかんバスです。あの、まあね、セコマがね、あの活力いいセコセコまでも、ね、あの買っておいてよかったですね。寂しさは残白になってですね、行っちゃいけませんと。いや冷蔵庫入れてましたからね、冷蔵庫ありますから、巨大な冷蔵庫なんでね、ビジネスホテルでやっぱビジネスホテルの冷蔵庫小さいんでね、やっぱりいいと思います。大きいのはいいですね、なんでもね、なんでも大きいのはいいでしょ、ね、私は大きくありませんけどね。大きい冷蔵庫なんかいいですね。冷凍でもね、たくさん入りますし、市はね、根室市ですから、ね、いいんですよ、根室涼しくて、根室も釧路もいいんですよ。神戸とはね、違いますから、全然ね。しています。その方がいいんですよ、私とってみればね。私は奈良でもね、金落としましたし、その方がいいんですよ。神戸なんかでね、金使う必要がありませんから。やっぱりね、食せないわけには参りません。バカルツは私とこの周辺はね、まあ垂水がまあ一応まあメインでしょ。ね、あの垂水に行くといってね、バカ騒ぎしていますから、バカなんですよ。それでね、たくさん金使ってね、それで人のことね、ネタんでね、それはまあ間違いです、絶対ね、いけません、それ大間違いです。来たければね、こちらまでね、来られればいいじゃないですか。それはもう自由なんでね。いや、いけない。それはね、あ、勝手だよ。なんです。言うかのね、人のことね、羨む。ましがらずに。
しやっぱり行くことです。いろいろ私も不安ありますよ、ここまで到達するんで。不安があってもね、いざね実行しないで行くことは不可能ですからね。いつまでもね考え込んでおりました。かなり高度上げてまいりました。暮らしでどう見てみます。からね、異国の地に、まあ、実際はね日本の、まあ、赤い線北方領土ですけどね、まあ、異国の地に出し向くの初めてなんでね、隣の国ですね。まあね、ヨーロッパならね、あの陸続きなんでね、もう国境を越えたことは分かりませんけどね。これは午後は分かりません。
過酷だね、あの峠越えとね、バスのね、あれ逆だな、先日話したら専門線で混雑していてね、立ったままよりも楽です、うざいですよ、この1両の列車の中ね、観光客の密集ですね、地元の少ないですよ、いろんな観光客いますからね、うるせえのもいますから、これは全国ね、つつうらですからね、家族いましたね、もううるせえんだね、まだね、神戸人の家族に比べてまだね、若干をなんとかね、まだおとなしいのありますけど、それでも家族でうざいんだよね、私からすれば偉そうにしていますしね、私も偉そうにしていますよ、当然間近にね、もう駐車場パーキングまで、パーキングP ですね、パーキング、着です、知床峠です、止まるまで待ちます、帰りはこちらから、ね、到着です、降ります、到着しましたね、まあ10分、少しやっぱりね、空気の方はあの暖かいです、知床峠です、やってまいりました、アンバスです、あちらのバスですね、あのたくさん人いませんね、いませんね、まあ、ここでね、あの、まあ、涼しいですか、便所ありまってます、はいはい、知床パス、知床だけね、見ながらね、参りました、知床峠にね、いません、私一人で一人占めできますよ、まあ多少はいますけどね、まあ自動車に気をつけて、あちら綺麗ね、やはり工事の方とか、ね、仕事の方とかいらっしゃる、あちら向かいます、自動車に気をつけて、まあ、こちらから行きますよ、駐車場ですね、便所あるんでね、心配いりません便所あるんで、ね、心配いりません、これじゃ10分じゃもったいないですね、天候よ悪そうにはね思えないんで、今ね1時間ならね、1時間10分なら悪そうに思えない、まあ一番ね、やっぱり便所が大事なんでね、便所が一番大事なんでね、まあ、男女兼用なんでいいです、便所が大事なんでね、ほとんどがね、自動車で来られて、私はね、バスです。バスで。まあいいんじゃない、バスでもね。これね、言えばね、市とね、市の境界線のところなんですけど、ね、観光バスが来るんです、はい、こちらね、斜里町、ここから斜里町です、これはシマフクロウです、シマフクロウです、
こちらに回るとね、私がお気軽や滞在している羅臼町ね、これはなんとか橋でしょうか。これはカモメじゃありませんね、羅臼タウンね、羅臼タウンにシャリタウン、明日は私シャリタウンになります。路線バス、路線バスでしょ、あれよく分かりませんけどね、ダイナミックなね、景色です。峠ね、国後と綺麗にね、こちらが説明ですね、かなり高度上げてきていますけどね、こちらね、知床峠から見ますね、国後島です。沖台がね、いろんな沖台ありますからね、まあ、今人いますから、大変これ峠ですね、北方領土ね、国後島はね、日本固有のね領土です、日本固有のね、まあ今私が立っていますのが羅臼町になります。羅臼町、あちら国後島です。本来なら、ね、日本固有の領土ですがね、今ロシアの、まあ、国ですよね。でここでもね、はるばるね参りました。私は兵庫県からね、北海道に、ただいま立ってるところで、少し歩くとね、境界線のところに斜里町があります。国後島を望みながらね、一言ね、神戸市に近寄るな。私ね、兵庫県も神戸も嫌いですから、うざいんですよ。まあ、来たい方ね、知床峠までね、来られたらいいんじゃないですか。それはね、まあ自由なんで、まあ、少し今日はね、暑いですけど、暑くてもね、六甲山でいいでしょ、私にすれば。ね、誰にも邪魔されずにね、ここでね、一人ね、峠を満喫しています。じゃあね、このようにダイナミックな景色、あれだけカーブでね、稼いできていますからね、同じヘトログアボムアボムね、シコタンでしょうか、羅臼山、羅臼だけね、羅臼、少し霧ですが、まあそれは特有なんだ、山はね、山特有なんだね。あ、バス少し登る、少し登るになってますね。あ、10分でね、なんかもったいない、10分でね、もったいない、まあ、ベンジャールね、まあ、まもなくね、バス、まあ、到着するんですよ、よくわかります。なんかバスの時間、10分後にね、ありますけど。
知床峠ね。一つのね、区画に長くなりますんで、二つぐらいに分けよう。見えますね。神戸人近寄るな。私は知床峠に来ています今。春が暮らしると。でここに知床峠います。あ、オジロ橋ですね。オジロ橋。ダイナミックな景色ね、いろいろと味わいます。やば、テレビだ。あれは国後島ね、返せ北方領土、島を返せ、借金取りは金返せ、私のセリフですよね。あの知床峠でのね、まあ実際そうですけどね、まあ、何もないですけど、まあ、それがいいんじゃないですか。涼しいです。快適です。知床だ。ダイナミックです。それでもね、冬季はね、こちら運休、とても通行止めです。道路自体が通行止めです。ほとんど自動車ってマイカーなんでね、そんなこと私ね、レムちゃんに思いませんよ、私は。町会までね、町会にまで、まずはね、次に続きますね。知床峠、次に続きますね。こちらね、町会です。こちら立ってます。ちょっと町会です。斜里町と羅臼町の町会に立っています。羅臼町とこちらが羅臼町、こちらが斜里町ですね。町会ですね。これが次のバスですね。これにはもう乗車いたしません。当然ね、多分これでしょう。これじゃないでしょうか。これ研修中のバス、網走バス、研修中のバス。もう路線バスね、向かったのかどうか分かりませんけどね。峠のね、ありますから。
ここ今邪魔者がいますからね、少し待ちます順番の。はい、こちら知床峠、知床パス、知床世界だね、知床だけバックに入れ、あの知床峠ね、あちら見えてるこれだと私が入りませんよね。こちらね、あの知床峠で誰にも邪魔されずにね、こちらであの満喫しています。ここでも一言ね、神戸人近寄るな、知床峠の、ね、知床だけをバックにね、一言ね、知床峠、山の上ですねもちろんね、山の頂になりますからね、こちら知床世界遺産、知床ワールドになっちゃう。はい、知床ナショナルパーク、知床パーク。邪魔、人が、ね、入っていますから、私はもう少しカメラ邪魔を入られると、ね、嫌なんです。ワイド撮影ね、結構ね、あの人入るね。バックのね、峠の看板と私の、ね、目の前ね、まあ、いいんじゃないですか、ね、第三者がね入られると私迷惑なんでね、これね、結構ねワイドにね入りますからね。あのスズメのね、こんな高知にはねスズメいないでしょうね。少しね、今度は自然そのものね、峠知床だけをバックにね、私と入りましょう。この下は大変ですよ。兵庫県人、神戸人、近寄るな。何度も申したと、私は何度も申します。まだね、1時間バスの車乗りありますからね。だから人のあれにも入るのも嫌なんで。ね、他人のね、あの撮ってるとこなんか私ね、当然入れないと私迷惑なんでね。逃げます。それも撮れるなんて言われて。私も他人のなんですね。猛暑知らずですね、猛暑知らず。なんとりあえずね、あの、まあ、知床次へ続きます。